青森青年市販学校は1944年に設立された青年市販学校である。弘前大学の平治文校跡の日青森青年市販学校の前身、青森県立実業補修学校教員養成所は青森白田にあった青森県市販学校校内で発足した。1944年4月に管理青森青年市販学校となった際も、 引き続き同地を使用していたが、1945年7月の空襲で校舎を消失した。1945年10月、野辺地町から提供を受けた、野辺地国民学校女子部校舎に移転した。同校地は、後進の新生広崎大学に継承され、教育学部の辺地文校となり2年生課程が置かれた。野辺地文校は1960年3月で廃止と、 なり、広崎の本校に統合された。1946年に設置された、付属青年学校は1947年に、新生中学校となり、1951年4月には、広崎大学教育学部付属の別中学校となった。付属の別中学校は1966年3月に廃止され、広崎大学教育学部付属中学校に統合された。 2003年、野辺寺町立野地中学校の南隣に、広崎大学の辺寺文庫跡記念碑が建立された。各書籍の詳細は、関連書籍を参照。青森市、第一巻教育編274ページから275ページによる。AB 広崎大学教育学部の130年、そして未来へ記念パンフレット、PDF。 約12.2メガバイト4ページ目による。青森市第1巻教育編274ページから275ページや、青森県教育市第2巻1038ページから1040ページでは、柿崎守中校長の次は、上森を校長となっている。青森市第1巻教育編274ページから275ページによれば、校長事務取り扱い。 広崎大学教育学部の130年そして未来へ記念パンフレット PDF 約12.2メガバイト5ページ目によるありがとうございます。